たすら書く。なんか論通この、ま、なんかさ波乱万丈に昔大会出た時なんかレイジかなんかの時さ、レイジ向かう時にさ論通と一緒に絵描きながら電車乗りながらやってたね。ずっとこれうまいって論通に聞きながら論通が苦い顔してうーんってずっとしてた。お腹痛いのかなと思ったけど今思えば俺の絵が下手くそだったんだろうな。うわーゆちか、このコメントの反応を見るに俺視聴者に対してさ絵を描くの見せることないから、昔ニコ生でお絵描きの森したけどお前何描いてるか分かんねえよって言われて傷つくんだよな。俺真剣に描いてるのね。でもね絵のね描くパターンがね少ないんだよ俺パターンが。やばい、なんか逃げんのうますぎ。なんかさ俺さ A さあれは覚えた、なんか A 上手いやつってさ小学校の時に、なんかさ俺 A 描いてみよっかなーって言ってさ、描き方教えてくれよ、試しになんかさ描いてみてくれよみたいな、描いてもらってさ必殺技覚えたんだよな A の。なんかさシャッシャすんじゃん、シャッシャシャッシャすんじゃん、輪郭をさ二重で描くじゃんあれ、わかる。シャッシャシャッシャやってたりさ顔を描いてたんだよ、シャッシャシャッシャ天を濃くするやつ、シャッシャシャッシャやったらさもう顔の輪郭がどんどんさ内側に入ってっちゃった。そのシャッシャが内側に入ってってでも顔もう真っ黒になっちゃったんだよね。だから俺それで頑張ってたけど、天を濃くしようとしたらどんどん中に入ってっちゃってさ、もうあ俺なんかさ、ほんと昔のこと全然さ、思い出せないんだけど、こういう雑談してたら思い出せるわ。思い出してきたわ、今結構。全く関係ないから、自由帳関連で思い出したけどさ、なんか、ジャポニカ学習帳ってあったじゃん。あれにさ、ベルマークついてたんだよ。ベルマーク知ってる？ベルマークっていうのがあってさ、なんか、シールみたいなのがあったんだよ。俺らの時代。今あるか分かんないけど、そのシールを下敷きに貼っていって誰が一番多く集められるかみたいなやつやってて、俺の小学校900人ぐらいいたんだけど全校、なんかもう同学年だけじゃなくてもう先輩とか合わせて俺多分300枚ぐらい集めたもん。ベルマークいろんな人からもらいまくってもう全員に声かけたもん、ベルマークちょうだいって勝負してるからベルマークちょうだいってみんなに言ってた。小学3年生ぐらいかなあれな。めちゃくちゃ言ってた俺。もう下敷き2枚になったもん俺。あの時のベルマークはさすげえ価値があったんだよ俺らの中で。あやばいうまいナイス終わりかな。あ一輪車あったな、あったあった一輪車懐かしい。知らない先輩とかにも行ってる、いや行ってるよ普通に。行かないの逆に。牛乳キャップ集めてるやつは嫌だった、臭いもんだって牛乳キャップ時間経つとあれやばいべ普通に。あ洗ってんだ。牛乳のストロー、え牛乳ストロー飲んでんの。
ちょっと待って、え、牛乳キャップ集めてベイベード作ってたやついいんだけど、え、どういうこと牛乳キャップ、え、てかさ、俺牛乳とかもさ、なんかクラスでさ休んだとかいると牛乳って余るんだよ。その牛乳の取り合いとか、俺1日3本とか牛乳飲んだんだけどさ、それで、でなんか誰も休まない日とかあるじゃん、まあ、それ学校だから、学校休まない日、そういう時は俺隣のクラス行って牛乳余ってるって言って牛乳取りに行ってたわ、小学生の時も中学生の時も。牛乳余ってるって言って取りに行ってたわ。牛乳はほんと美味しかったんだよね、マジでほんと好きだった牛乳。あと俺もう小学生の時の話全く思い出せなかったけど、俺全部思い出してきたわ。あのクソバカのさ松田ってやつがいてさ、そいつマジでバカなんだよ、そいつ。なんか俺小1の時になんか知らないけどあだ名で呼び合ってたんだよ。あいつ俺のことシュークリームって呼んでて、俺あいつのことオレンジジュースって呼んでたんだよ。でさ、それめっちゃ思い出してきた。それでさ、なんかあいつは小4ぐらいの時にさ、あいつ小4の時に必殺技を編み出したんだよ。なんかほんと2ヶ月に1回ぐらいに、あれミスターやばい、エイムが雑談してて、エイムが2ヶ月に1回ぐらいになんかあのね、味噌ラーメンが出るんだよ。味噌ラーメンが出るんだけど、そん時にあいつ味噌ラーメン汁ダクダクにして、汁はダクダクにしていいんだよ給食で、麺はやっぱ分量決まってるから、こんくらいっていうのが決まってるから、そん時にあいつ麺を伸ばし続ければ量無限じゃねって言って、給食の時間30分なんだけど25分まで伸ばすっていう必殺技を編み出して、クラス全員やってたわ。クラス全員でやってた、マジで天才だーって言って、マジでクソ懐かしい小学校の時の話、マジでクソ懐い、あいつマジでバカだったよ本当に。小学生の時の話はね結構いっぱいあるよ。俺ずっと外で遊んだからさ、ほんとに俺ゲームとかほんとずっとやってなかったから、たまに友達の家とかスマブラやったりとか、あ、でも家にもゲームキューブあったからちょこちょこやったりしたけど、ほぼ雨の時ぐらいだね、もう全部。あとはあれだね、もうゲームじゃなくて外で遊んだね、もう泥系とか軽泥か、俺らの地元は軽泥、軽泥缶蹴りで、なんか泥系マジでハマってたな。泥系とかも、もう今だから時効だから言うけど、もうほんと近所のおっちゃんにめちゃくちゃブチギレられてたね俺、ほんとにうるさすぎて俺らがもうブチギレられてたわ。なんか窓からおっちゃん顔出して、てめえほんとふざけてるバカ野郎ぶっ殺してやるなーって言われてたもん、おっちゃんに。マジでめちゃくちゃ弱いって俺、うわやべえおっちゃん来た逃げろーって言ってて、懐かしすぎる。子供だからいいじゃんな、あん時。あの子供いいよな別にな、あん時。そのおっちゃんもね優しいんだよ、たまになんか飲み物あげるよって来たりするんだよ。ひょう変して二重人格だったなあの人。なんかさ、あの新聞屋のおっちゃんがいてさ、公園にたまに来る新聞屋のおっちゃんがいるんだけどさ、あの人がさお菓子を配りに来るんだよ。で多分今大人になったから分かるけど、あの人の戦略って子供におやつをあげて、お母さんあの人めっちゃいい人だよって言って新聞を契約させるみたいな手口だったと思うんだよ多分ね、今思えば。でも俺らはなんかおやつくれるおっちゃんいるよーって親に報告するじゃん。だからさ俺のお母さんとかさブチギレてさ、そんな知らない人からおやつもらっちゃいけませんって言って、なんかもうブチギレてた。そのおっちゃん呼んでこいって言ってたもん俺の親。
俺なんて親そういうのめちゃくちゃぶち切るからさ、母親早く連れてこいそいつって言ったもん。一番怖いよな、知らないおっさんからさ、子供がおやつもらったら怖くない？普通に怖えよな。俺学童行ってないんだよね。でも学童遊びに行ったりしてた、たまに。な、児童館の下に学童があって、で学童ってさ、学童入ってる子供しか入っちゃいけないんだけど、もちろん俺が普通にその学童の友達がいて、その友達がこいつ一緒におやつ食べてもいい？って言って、学童の先生がいいよって言ってくれて、優しかったからおやつ一緒に食べてたな。もう羨ましくて仕方なかったもん、おやつ食べてるのが。なんでおやつ食べてるのと思ったの。俺ら児童館でさやってたのに、遊んでたのにさ。あとパソコンに、今思えばだけど、俺パソコンできないじゃん、まあ、できないけど、パソコンにすっごく憧れがあって、なんか児童館よく行ってた。児童館も、ま、マジでめちゃくちゃ行ってて、ドッジボールとかできる児童館の中で。でさ、それで児童館でパソコンがあってさ、パソコンがあって、そこに、そこのソフトに北斗の拳のなんかタイピングをして、なんか敵を倒すみたいなゲームがあったんだよ、本当に。それをずっとなんか友達と一緒に罰ゲームかけてやったりとか、あとピンボール、なんもないピンボールのゲームとかもすげえ憧れだったもん。親に無理言って俺北斗の拳のやつ買ってもらったもん、家でやってた、雨の日とか。懐かしすぎる。もう児童館めちゃくちゃあったな、本当に。超懐かしいよ。あ、ベイブレードの話あるわ、俺児童館で。児童館でさ、ベイブレード流行ってたんだよ。ベイブレードね。で、ベイブレード、なんか、これ前言ったかもしれないけど、コロコロコミックかなんかで、ね、抽選で本当に少ないけど、もう なんか10名様とかだと思うんだけど、金色のベイブレードをプレゼントみたいなのがあったんだよ。で、親がそれ応募してくれたんだけど当たんなくて、で、あんたちょっと待ってなさいって言って、俺の雑魚クソベイブレードを金色のスプレーで金色にして、はい、あんたこれ持ってきなさい、これだったら友達に負けないでしょみたいなこと言ってくれて、言ってくれたんだけど、ベイブレードってさ、どんどん駒と当たるからさ、剥がれてくんだよ、どんどん。負けたんかい。駒と当たるから剥がれてくんだよ、どんどん。そしたらさ、金のメッキがどんどん剥げてきてさ、普通のやつになっちゃってさ、すげえ気まずかったの。え、これ何みたいな。これ金色じゃないのって言って、いや、わからん、これなんかチャッチーねみたいなこと言ってたもん、俺。チャッチーねってこれチャッチーねって言ってた、俺。このおもちゃチャッチーよねって。今思うと俺クソガキだったかもしれん。多分今思うと俺クソガキだったわ、多分小学生の時。なんか学校でお菓子食っちゃいけないんだよ、絶対。小学校も中学校もなんだけど、まあ、小学校の時に机のさ中あるじゃん、普通机の中、そこにポテチを忍び込ませて食べるっていう、その俺その時背徳感を得てた。みんなが勉強してる中でお菓子を食べたいっていう、なんか分かる人でも人生に一回はあると思うんだよ、みんな。それをさ、やってみたかったんだよ。それをやっててさ、そのなんかあのフミナっていう女の子がいてさ、その子さ、なんか言葉は悪いけど、なんか結構なんか先生に言うことをなんかチクルって呼んでたんだよ、俺ら。チクルって。で、なんかチクル女の子が俺の席の2個後ろぐらいにいて、その子はあれなんだよ、俺の席机の中見えるから、突然手を挙げて、先生って、繁盛くんが
ポテトチップスを授業中に食べていますって大声で報告して、めちゃくちゃ怒られたわ、授業中に。めちゃくちゃ怒られた。あいつさえいなければ任務は成功してたのに、先生ってなんかめちゃくちゃ大声で。でも俺が悪いんだよ、俺が悪い。あれ100ゼロで俺が悪いんだけど、なんかその時あいつが悪いと思ったな、小学生の時は。俺マジで、あとはね、な、俺んち、まあ、全然お金なかったんだけど、なんか普通に蛍光ペンを、なんかめっちゃ羨ましかったんだよ、蛍光ペンが。とりあえず蛍光ペンと、なんか女子が使ってた、あのラメペン知ってる？ラメペン、なんかピンクのインクが出るんだけど、そこにキラキラがついてるみたいなやつ、あれがね、すっごい羨ましかったわ。ラメペン、あれマジで羨ましかったな、ほんとに。でもラメペンの欠点があって、ノートの裏側につくって、裏側っていうか、閉じた時に反対のページにつくっていうキラキラが。あと俺なんかラメペン、なんか女子から借りてたんだよ、普通に。借りてた時に、なんか普通にラメペンで、なんか手をさ、左に置いて、ノートの左側に置いて、そんでなんかラメペン使ったんだけど負けたわ、何この試合。普通使ったんだけど、頭を振っからさ、おでこがキラキラなんだよね、ラメペンで。ノラブラリヒッターは無理だ、頭がキラキラになる、あれ。頭、額がキラキラになってさ、どうしたのって言われた、これ。頭キラキラだよ、汗じゃないってずっと言ってたけど、その時。めちゃくちゃ夏いわ、なんかそんなんあったわ、キラキラで。結構いろいろ、小学校、俺多分結構小学校とか中学校の思い出半端なくあるよ、マジで。めちゃくちゃあるよ俺、何でもある、マジで。いや、小学校の時楽しかったな、ほんとに。いや、高校もね、めちゃくちゃある。高校が一番楽しかったかもしんない、俺。彼女ずっといたよ、小4からいたよ俺、彼女は小4からいた。小4から中3までまず付き合ったの、そのこと。うわ、来た、どこだ、あ、ナイスナイスです。ナイス、彼女パワーいいね。なんかさ、携帯もさ、今だったらガラケーすら知らない世代いると思うけど、ガラケーのさらに前にさ、あの防犯ブザー付きのガラケーあったの知ってる？子供用の。知ってた？それなんかガラケーのさ、あの引くのがあるんだよ、もう本当に防犯ブザーの。さ、お互いにさ、なんか携帯をさ、いや本当くだらないんだよ、あの携帯を 50m 先に置いて、両方で、俺の目の前に、目のまっすぐ 50m 先に相手の携帯で、隣の子は俺の携帯が目の前にあるっていう状況で、 50m で、で 50m 走って、どっちが早くその防犯ブザーを引き抜くかっていうゲームやってたわ。で結局あんまりタイム変わんねえから両方鳴るっていう、で周りの大人が駆けつけてくるから走って逃げるっていう、わけのわかんないことやってたわ。めちゃくちゃ不安になる音すんだよね、あれ。あれやめた方がいい、今思えば。
ピットフォンって言うんだ。で俺そんなさめっちゃガキっぽい携帯使ってるのにさ、着信音サザンだよ俺。サザンオールスターズよ、かっこよくない？俺親が入れてくれた。俺もサザン好きだったから、小学校の時から。サザンと DJ オズマもめっちゃ聞いてた。俺 DJ オズマ聞いたの小学生の時。デン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 って、あんなめっちゃチャラい歌聞いてた俺、オズマ。マジで小学生めちゃくちゃ、だって6年間あったんだよ。6年間あったら思い出しかねえよ俺、マジで。何でもやってよ俺、小学生の時。やってないことないんじゃない？小学校ね、6クラスだったね俺。めちゃくちゃ多かったね、6年生6クラスだから。だから本当に1000人ぐらいいた、全校。え？は？絶対俺じゃないだろ、優先だもん。これ絶対ホスト落ちたべ。ホスト落ちたべ、これ俺の小学校の時の話で。俺だってロビー広場じゃねえもん。ここだもん。俺が原因で落ちた時多分広場だもん。ふざけんなよマジで。これは無理だ。これやられたね、完全抜かれたね。広場なんでね、自分が回線落ちで負けると下がるね、今下がったね。だからこれはクソゲーだね。これはいいよ別に、パワーどうでもいいわ。いやそうだよ。いや懐かしいな、小学校。あなんかめっちゃ俺さ、もうマジで本当にくだらない話だけどさ、あのドッジボールでさ、俺かなり強かったんドッジボール。そうでさ、なんか俺の6個上ぐらいの中学生と俺やり合ってたんだよドッジボールその時で。さそしたら俺やっぱ強くなんだよ、やっぱ同学年で勝負になんないぐらい強くなってくるんだけどさ、そいつはさドッジボールのボールが、児童館のボールってゴムボールっていうか、なんか掴めるんだよ、柔らかいボール。ゴムではないんだけど、なんかめっちゃ柔らかいボールなんだよ。で掴めるんだよ。で掴んで肩から投げるんだよ、その必殺技ね。そのギボって名前だったんだよ。まずギボって名前が面白いんだけど、ギボがそれを買ってて、でそん時ナルトが流行っててシャリンガンが流行ってたんだよ。だからギボシャリンガンっていう必殺技があった。俺らね、ドッジボールのボールを投げるときに必殺技を絶対つけてたんだよ。でなんかそれをボールを掴んで肩から投げるとすっげーカーブして、すっごいカーブして落ちるんだよね、マジで。そうするとめちゃくちゃきつい取るので、しかもその中学生のパワーから繰り出されるギボシャリンガンはめちゃくちゃ強い。ティア1マジで強かったね、ギボシャリンガンは。でなんか俺が小学校3年生の時に一人なんか引っ越してきたやつがいたんだよね、俺らの小学校に。でそいつもなんかドッジボールが好きみたいなこと言ってて、じゃあお前俺らとドッジボールしようぜってなって、そいつがすごかったのが、なんかボールに回転をかけながら飛ばしてきたんだよ。でお前その投げ方なんだよって言って、前の小学校で編み出したんだよみたいなこと言って、やばい！さあ！これやらかした。てか俺が終わったっけ、ここでさ、なんかそれでそいつが普通にその技目つけろって俺が言って、そしたらザクロって名前だったわ。なんでかわかんないけど、多分木の実だと思う、ザクロっていう。でもなんかザクロがめちゃくちゃかっこよかったんだよね、マジで。俺らも真似してたの、ザクロって言いながらその技投げたりとか、あとなんだっけな、なんかあったんだよな、羽ばたけ翼とかあった気がする。なんか羽ばたけみたいなやつあった気がする、一個。いやザケルじゃない、ザクロなの、ザクロ。
もうめちゃくちゃかっこよかったマジで。カメハメハも流行ってたけどさ、あ、やばい、これ太鼓さん始まる、これもしかして。いや、始まっちゃったか、始まる、やべえ、やばいやばいやばい、やらかした、やばい。でさ、もうこれラストにするわ、じゃあこれラストね、もうこの雑談。あのさ、なんだっけ、ザクロの話して、あ、カメハメハあんじゃん。俺の犬がいたんだけど、犬今まだギリギリ生きてんだけど、もう17歳ぐらい、16歳とかなんだけど、まあ、まだ元気なんだけどさ、そいつ、まあ、俺の犬結構やばくて、なんか普通に飼い主も噛むんだよ。それ落ち着けのせいかなと思ったんだけど、しつけはちゃんと今まで本当に優しくやってきてて、そんなわけないんだよ、そんな風に育つわけなくて。でなんか本当にすごい霊能者みたいな人が、あの静岡の山の上に住んでるんだけど、その人がね、その人前世とか見れるんだって。で俺の母親と俺が前世で恋人だったんだって。で、あ、それ聞いて、すごいねって母親と言ってたんだけど、で、うちの犬もついでに見てもらったら、前世キチガイって言われた。そんなさ、あんなさ、静岡の山の上に住んでる霊能者がさ、そんなこと言うわけないと思ったよ。俺、耳を疑ったけど、前世がキチガイだから、この犬は、ちゃんと育てても、やはり噛みますって言ってたもん。やはり噛みますって言ってたよ。やっぱり。しょうがないらしい、なんかもう。もう、しょうがないんだって。だから、別に悪くないんだって、もう、俺の教育とかは。ほんとやばいぐらい噛むんだよ。で、そのカメハメハの話なんだけど、カーメーってやるともう、もうぐるるるるってなってんだよね。カーって言うともう、その、カーっていう声が嫌いすぎて、うーってやるんだよ。で、はーってやると、噛みついてくるんだよね。ガラガラーって噛みついてくるから、かーめーはーぐらいで一回止めると、普通の顔にシュンって戻るんだよ。だそれを一生繰り返して遊んだね、子供の時。かーめーはーって止めると、シュンって顔が、かわいいねーってずっとするやつ。うわーかわいいねーって。あーかわいいねーって。あと爪切るとブチ切るね、普通に。なんか爪、犬って切んなきゃいけないんだけど、もう爪切った瞬間もうブチ切れ、普通に。この世のものじゃない顔する、普通に。恐ろしい顔するんだよ。超怖えよ、あの顔。君？いや、マジやべえよ。ほんと可愛かったんだよ、あの犬さ。ほんとにね、子供ができたら俺さ、絶対小学生ぐらいの時に、買ってあげようと思うわ。犬とか、生き物。なんか小学生の時、小2の時に買ってもらったんだけど、小2か小1の時に。やっぱね、家に来てゲージに入れてて、俺毎日日記つけてたもん。今、吠えた。何時、何日、何時、吠えたって。そういう日記書いてたもん、俺。犬日記。マジで。今、吠えた、みたいな。やっぱさ、多分俺死んだらめちゃくちゃ泣くんだけどさ、多分、もう本当に、悲しくて悲しくて。でもさ、それをさ、なんか経験してるし、してないって違くない？自分が大人になってさ、子供ができた時伝えらんないからさ、やっぱりね、犬とかね、生き物を飼うべきだと思うわ。まあ、こういう賛否両論あるかもしれないけど、ちゃんと愛情を支えて、育ててあげれるんだったら、やるべきだと思うわ。俺、毎日一緒に寝てたもん、実家いるとき。ずーっと、俺が腕横にすると、そこに頭を乗っけて寝るんだよ、マジで。寝るよーって言うと来るんだよ、マジで。すごくない？寝るよーって言ったら来るの、すごくない？僕の時間がないことを俺は知ってるぜ。では、じゃあ。
help。 でも噛まれる本当に。いや記憶なくなってんだと思う前回の。そのこういう毎日記憶なくなってたあの犬。心は空を咲くゴーレーを聞いた。あ、刑務所犬の世話ってとこもあるんだ。いや絶対穏やかになるよマジで。いや本当にそう思うよ。ナイス、おき勝ち。やばい、マジ入んないとやばい、マジ怒られるこれ。じゃあ出馬いきます。すいません、こんにちは。おい、遅れてんね。8分遅刻ですよ。いや、あ、理由が、え、俺安藤さん、うん、よし、対抗戦やろう。